たいなら前に出なさい。そこ気合を入れるぜ、チェスト。行くね。行くね。
死にたいなら前に出なさい。Hello!
ことだ。偉大なる我がこのような輩に。そんなバカな、この偉大なる我がどうして、なぜ血は我を見せたもうたか。あれが彼女たちが帝劇に配属になった理由さ。それだけじゃねえ、おめえの力でもあるんだ。大神、お前なんで花組の隊長になれたと思う？それだけか？触媒なんだよ、お前は。そうだ、彼女たちの霊能力は確かに他の者に比べて抜群に秀でている。だがいくら優れた霊力でも、それがバラバラに存在しているだけでは意味がない。時として廃藩さえする彼女たちの霊力をすべ一つの大きな力にまとめ上げる力、花組はお前の力を触媒として初めてその能力を十分に発揮できる。なんてな、ちょっとばかり褒めすぎんか。よう隊長、米田司令。男同士で何ボソボソ話してんだよ。敵の親玉も倒したし、これで明日からまた芝居の稽古だぜ。ってことはお兄ちゃんもモギリに逆戻りだね。壊れた工具も修理して次に備えないといけませんわね。これまで以上に踏ん張らんと。あ、そういえばなんやすっとんきょうな声あげよって。今回って逃げるのに夢中で、例のあれやってないんじゃありませんか。ああ、あれやな。そういえばそうですわね。そうだよ、あれやろうぜ。それじゃみんな揃ってることだし、いきますよ。せーの、勝利のポーズ。決めには、な。仕方ねえな。まあいいじゃねえか。
なあ。ビャーハハハハハハハテイトにもようやく平和が戻った。なに？初詣？行け行け行ってこい。次回桜大戦、平和な日々はデートだよ。大正桜にロマンの嵐ってか。